皆さんこんにちは。エッグ専任講師弁理士の渡辺です。今日なんですけど、令和3年合格者の、森春樹さんに、来ていただいて、で彼なんですけども、20歳最年少、後ろにもありますけど最年少合格ということで、まあ、当時ですね、入門講座を取ってもらった時は高校3年生ということもありまして、まあ彼変わったサンプルといってあれなんですけども、まあ、その時の体験期、まあ、合格するまでの最終的には3年かかってるんですけど、はい、3年ですね。まあ、そこの20歳で合格するまでというところの話っていうのをまあ聞けたらというふうに思ってます。森君、今日はよろしくお願いします。お願いします。で、まず最初にちょっと聞きたいのがなんですけど、高校3年生の段階で、はい、その弁理士を選んだっていう、こうきっかけみたいなのが、はい、ちょっと教えてほしいんですけど。はい、そうですね、私自身大学で理系に進学したいと思っていたので、うん、その理系進学と関わりの深い資格を取りたいなと思って弁理士を目指しました。なんだろう、そうか、理系でいくとあんまり資格ない、なんか他になんか候補はなかったですか、弁理士以外で。まあ、なんだろう、この技術って分かってたら、例えば技術士とかもいろいろあったりとかすると思うんですけど、はい、他のなんか候補とかはなかったんですか、全然。そうですね、もちろん他の、例えば理系に関係なく行政書士とか司法書士などの資格にも興味はあったんですが、うん、その中でもその技術により一層の経済的価値を与えることができる特許制度に強く関心を持って、それで弁理士を選びましたね。うん、弁理士取ってどうする？取って、いや、その例えば就職するってなっても、はい、例えば特許事務所に行くイメージか、就職して会社の知財部に行くイメージか、はい、またはたまた、なんだろう、まあ、公務員としての、まあ、審査官っていうパスもあると思うんですよね。まあ、なんかいろいろこれから、まあ、まだ二十歳やからいろいろあると思うんですけど、なんかイメージとしてこうしていこうかなみたいなのはありますか。じゃなくて、まあ、さらに別の上位資格、まあ、司法試験とかもいいんですけど、なんか見つけたりとか、なんかその辺こうなんかどうつなげていくのかなっていうのはちょっと興味あって聞いてます。はい、なるほど。そうですね、まず渡辺先生もおっしゃったように、私の年齢が比較的若めですので、その若さを生かして早く実務経験を積みたいなとは思っています。ですから就職先としてはですね、メーカーの知財部や特許事務所を中心に考えていますね。うん、今年修習には行く？はい、参加します。じゃあ、まあ、あと登録するかどうかはアルバイトとかするかどうかとか、まあ、そういうところに。そうですね。すごい、すごいと思います。二十歳ってめちゃくちゃ若いですし。わかりました。で、弁理士、結構難しい資格だと思うんですけど、まあ、労災難資格とかにも、はい、位置させられたりとかすることもあるんですけど、はい、予備校選びの時に何か重視したポイントとかってありますか。うん、まあ、要は、レッグをなぜ選んだのかっていうところとか。はい。そうですね。私が勉強会した当時はですね、今ほど通信講座が、今はそのレック以外の他社様で多くの通信講座があると思うんですけども、通信講座があまり今ほどは充実していなくてですね、そうなって対面学習を選びたいと思った時に、対面学習として質の高いサービスを提供していらっしゃるレック様で勉強しようと思いました。対面、でもどうなのかな、対面じゃなくても良かった、対面が良かった。そうですね、対面が良かったです。で、なんか対面がなんで良かったとかってある？対面がやっぱええなってなんとなく思ったと思うんですけど、うん、思ってくれたと思うんですけど、なんで対面が良さそうだったんですか。その勉強のスケジュール管理という点において、うん、やっぱり半ば強制、勉強することを強制される環境に自分を置くことができるので、うんうんうん、スケジュール管理をしなくていいという負担が減るのが魅力的かなと思いました。なるほど。まあ、もう、なんだろう、装置の中に自分を放り込んで勝手に動くみたいな感じですよね。はい、スケジュールって自分で立ててました？別になんかその入門講座のやつで
やった通りにもやりつつ、はい、なんかこうさらに自分なりにこうスケジュールアレンジしたりとか、そんなのとかしてました、はい、基本的にしてないですね。先生とレックさんがその提示してくださったスケジュールに沿って学習を進めていったので。なるほど、はい、カリキュラムどうでした、まあ、教材とか含めてカリキュラム、まあ、スケジュールの話もちょっと出てるんでついでに聞いちゃいますけど。そうですね、そのカリキュラムについては他の予備校と比べることができなくてですね、レックしか受けていないので比べることができないんですけど、模試についてはですね、そのレックの担当模試もそうですし論文模試もそうですけど、うん、その過去問のそのまま引き写しになっていないような印象を受けていたので、その点は高く評価しています。教材として本試験の傾向を踏まえつつ、はい、まあ、ただ、なんだろう、ただそのままとかじゃない、はい、みたいな。なるほどですね。まあ、じゃあ特に模擬試験はそんな感じっていうところだったんですかね。そうですね。で、まあ、それとあとは勉強するときにはメインは過去問？メインは過去問でした。を解いてみたいな。はい、こう結構長くなっちゃったと思うんですよ、まあ、正直来てもらった時はもう18歳で合格してもらって記録更新してもらおうって思ってたんですけど、はい、まあ、ちょっとそこは残念ながら叶わなかったんですけど、はい、あのまあ、でもね、おかげで20歳で今年はもう最年少合格ということだったんですけど、まあ、そのモチベーションっていうところをどうやって維持されたのかなっていうのを思ってて、はい、まあ、結構学校もあるじゃないですか、まあ、途中から大学生になられて、はい、まあ、高校大学ってあって、まあ、それはそれで忙しいと思うんですよ、はい、あの学生さんってお金もないし、まあ、時間も意外と学業とアルバイトとかしだすと結構忙しいと思うので、はい、まあ、その中でこう、まあ、1回目ダメだったってなって、1回目しかもあれ1点足んなかったんだっけ、担当1点2点1点2点2点2点、まあ、かなり惜しいところまで来てて、まあ、結構ガクッと来たかと思うんですけど、まあ、そういうとこうモチベーションの維持っていうか、なんかこう工夫したこととかありますか？はい、そうですね、モチベーションの維持について、その対面学習のリーダーとは思うんですけども、うん、その受験仲間ができたっていうのは大きかったですね。ああ、それは受験仲間でなんかこうやり取りとかをこうしたりとか質問したりとかしてた、はい、はい、媒体は LINE かなんですか？いや、講義の終わりに自主的に集まって勉強しようとか、そういう話になったので。もちろんその合格したらその後何をするみたいな話もしましたし、特に相手の方は社会人の方が多かったので。あ、そうですよね。自分の将来を意識する意識しやすかったのはありますね。確かに、まあ、優秀な人ね多かったですしね、はい、まあ、一緒に勉強していく中で、まあ、それも、ね、こう一つメリットですよ。優秀な人のマインドとかやり方とかをこう吸収できる、まあ、それはモチベーションの維持にこう一つ役立ったところみたいな、はい、スランプってありました？勉強していく中でちょっと勉強できなかったりとか、うん、なんだろう、もう1日ゼロゼロ勉強がゼロだとかいうのがちょっと続いたとか、そういうのってなかったですか？はい、ありましたね。それで どうしました？それまた勉強に戻らないといけないっていうのとこう結構ジレンマだと思うんですよね、はい、こう やりたいけどやれないみたいなと思うんですけど、はい、結構自分に嫌気がさすときあるじゃないですか、はい、やりたいけどやれてないみたいなとこ分かると、かそういうのどうしたのかなと思って、スランプみたいな。はい、そうですね、スランプ、まあ、勉強しなくなるしたいけどできないみたいな状況に陥るのは、特に自宅で勉強している時が多かったので、その一人で他に勉強以外のことを身につく環境にいると、特にそういうスランプ状態に陥りやすかったので、その時はもう大学に行くなりカフェに行くなりして、まずは環境を整えてから勉強するようにしていましたね。ここ2年もコロナあるじゃないですか、はい、だから結構こう
何かとつながりにくいし外にも出にくいっていうのがあったと思うんですけど、はい、それは自宅のカフェとかに行ったりとかしてそうですね、自宅近くのカフェを利用するのが一番多かったんですけど、まあ、家の中にね、家の中でもその勉強する部屋と生活する部屋を分ける試みもしていました。あ、じゃあ自室があって、あ、そうか、森君あれだね、実家ですね、実家だね、はい、そうするとまあ生活用の部屋で、まあ、例えばそこにこう漫画とかもありみたいなのと、はい、まあもう本当に勉強に特化した自分だけの、はい、まあ、自習室じゃないけど、そういう分け方は結構したいと。そうですね、自習室、そうですね、父親、うん、母親が仕事する部屋を日中貸していただいて、うん、そこで勉強していました。あ、なるほど、はい、なるほどな。まあ、ちょっとね、羨ましいけど、そう家がね、こう結構広くないとできないところであるけど、まあでもそれも一つ確かにこうメリハリみたいなのを強制的に、装置的にね、自分の意思じゃなくて、こっち行ったら勉強するって、こう装置化するって強いじゃないですか、はい、何でもそれ、あと自動的に走っていくだけなんで、すごいいいですよね。なるほどですね。担当とか論文とかでいくと、どっちが苦手でした、はい、担当と論文。まあ、口述もありますけど、こいつは見てみて、はい、担当論文、どっちがあれですか、まあ、それぞれ1回、2回ずつ受けてるイメージ、印象ですけど、ね。そうですね、2回ずつ。2回ずつですよね。で、どっちが苦手、どっちが得意、どちらかというとですけど。どちらかというと、担当が苦手で、論文が得意でした。担当でこう勉強するときに何が嫌でした？苦手、何が嫌いだった、どこが嫌だった、うん、科目でもいいし、こう問題特性でもいいんですけど。はい、そうですね、一番嫌いだったのはまず分量。ああ、まあ確かにね、範囲が広すぎて一周回った頃にはなんか抜け落ちてる部分が多々あるみたいなのを分かる、過去問演習や模試で痛感してですね、うん、自分に嫌気がさすことがありましたね。学校まともに特実印象を解いてって、条約調査区とかやってこう布教やってやって、やったって終わって特許戻ったら、あれこんなんやったっけとか、また間違えてみたいですね。それでどうした、そこをどう克服してきました科目、まあ、よく僕も同時に7科目を皿回しするんですって話をすると思うんですけど、はい、で1枚でも終わったらアウトですって話をする中で、はい、まあ、早く回したいってみんな思ってると思うんですよ、はい、で見てる人も多分そう思ってると思うんですけど、なんかこうそこに対して どうしてきました、まあ、愚直にもう一回何回も回すっていうのもあると思うんですけど、はい、森君はどういう選択肢を取ってきました？そうですね、おっしゃったように愚直に回したのが一番あるんですけど、まあ、それ以外にも、うん、いわゆるその隙間時間にですね、うん、法文集を見て、なるべくその多方域、例えば特許を勉強していても、なるほど、条約からは離れないというか、そのおっしゃった通りなんですけど、うん、で結局他の方域と紐付けるみたいな。そうですね、紐付けは意識的にしていました。じゃあそれは、ね、司法対処法文書に結構そういう情報を書き込んでいた。書き込みは、はい、多い方ではないと思いますけど、必要分は書き込んでいましたね。司法対処法文書で何書き込んでました？どういう情報を書いてました？結構司法対処法文書の使い方ってまたこれも10人トイレでバラエティがあって、でも結構みんな初期の段階迷うんですよね。何を書いたら意味があるだろうって結構迷ってる中で、はい、森君は どういう情報を書いてる、どういう情報を選別してる選んだのか。はい、そうですね、私の法文書が今手元にないんですけども、うんうん、はい、記憶で、はい、分かる範囲で私が書き込んでいたのは3つで、1つ目が重要判例、というか条文以外、条文に記載されていない知識をまずは書き込んでいました。うんうんうん、で2つ目がその他方域、うん、他の法律の紐付け、司法対処法文集ですとその4項については一気通貫で載っているんですけども、うんうん、条約との関係を書くようにしていました。なるほど。3つ目はそのこれは担当
を意識した話になるんですけども、うんうん、担当の過去問を解く中でミスした部分についてはどういうミスをしたのか、それが読み間違いなのか読み飛ばしなのかも含めてミスを書き込むようにしています。そのね、はい、3つ目のやつなんですけど、はい、まあ、1つ目2つ目はまあまああるかなと思っていて、はい、あとは2つ目なんかも今の招待状保存集って条約のところに国内法マッピングされてるじゃないですか、はい、丁寧に。あれ僕が現金的になかったんで十何年前は。いいなと思うんですけど、3つ目って結構タイミングによるかなと思ってて、初期の時にやろうとしたらもう間違いだらけじゃないですか。あ、そうですね。だからどのタイミングでやりだしました3つ目って、なんか過去問を何周目した時からやりだしたとか、はい、なんか何だろう、2年目からやりだしたとか、まあ、なんかその辺が、はい、多分聞いてる側は聞きたいと思うんですよね。なるほど。重点的にやりだしたのは2年目からですね。1年目の担当式試験で落ちまして、その時にその知識以外の部分、読み飛ばし、読み違い、勘違いが思ったよりも多いことに気づいたので、そういう知識以外のミスを潰すために2年目から書き込んでましたね。なるほど。それちなみになんですけど、ちょっと深掘っちゃうんですけど、はいはい、その読み飛ばしとか読み違いとか勘違いって、はい、どういうとこから来てるっていう、 こう原因というか、なんかそういうのってこう分かりました？最終的にどこから来てるって。原因、うん、なぜ読み飛ばすのか、はい、なぜ勘違いしてしまったのか、はい、とかこの真因まで突き止められたら、まあ、そこを潰せばいいわけなんですけど、はい、そこまでは言ってない。そうですね。その読み飛ばし読み違いの原因は、うん、試験と自分の2つにその要因があると思うので。なるほど、なるほど。試験としても担当式試験は問題文がその読み飛ばし読み違いを誘発するように作られていると感じたので、うんうん、そこに対して自分がこう無防備であると、なるほど、作問者の思うがままにこう足を救われるという。すごい、素晴らしい。なるほど。そうですね、そんなところです。まあ、基本的に落とす試験ですもんね、はい、だからまあそういうトラップみたいなのに、まあ、まんまと普通に引っかかってしまったみたいなのが、はい、1年目、まあ、1年目もだからね、2点だから37だったら、まあかなり上位だとは思うんですけど、まあ、そこがもうあと一歩っていうので、まあ、2年目リカバリーしてっていうので、はい、なるほど。論文はどうですか？論文はまあ比較的、まあ、得意とは言わないかもしれないですけど、担当よりはマシだという中で、はい、その何を勉強の素材に据えてました？まあ、担当って多分司法対処法文集ってもパッと多分みんな言うんですけど、はい、論文の場合だと何を勉強素材メインに据えてました？メインに据えていたというか、うん、これしかやっていなかったって言ってもいいと思うんですけども、うん、過去問とその過去問についている再現答案を自分の答案に比べてよく利用していました、ね。過去問何年分ぐらいやりました？いや、そうですね、平成14年から解いてるんですけど。すごい。こうなんか市販の7年分とか10年分とかじゃなくて、はい、14年の平成14年からの、だから2006年から、2006年、そうか、2006年、もっと前、2002年か、はい、から20年分近く。そうですね。すごい、あ、やっぱ分量はあれだったんですね。でもそうすると、それ以外の論文の勉強は、他には、はい、一応、東連とかはやっていた。東連とかは、そうですね、東連はやっていたと思います。なるほどですね。それで過去問で、はい、やっててよかった。いや、例えば今年の問題って、令和3年の論文の問題って、はい、めっちゃ長かったし、うん、まあ、ただ、商標めっちゃ短くて、うん、まあこういう感じだったんですけど、まあ、衣装も比較的に長くて難しかったと思うんですけど、はい、まあ、逆に言うと14年の過去問とかってめっちゃ短いじゃないですか、はい、平成多分7年ぐらいまでは傾向として短くて、18年ぐらいからまあ問題が長文化し始めてる、はい、そうですね。で、行った時にどうだろう、やっててよかった、
じゃなくて、まあ別に過去問でもよかったかも。どう思います？過去問、やっぱり過去問。いや、まあ過去問じゃなくても大体できるかも。まあ、それは過去問じゃなくてもできると思いますね。ただその、なんでしょう。時間を置いて、シビア、時間がシビアな試験ですから、その、そうですね。設定されている時間内に、問題と時間が対応している教材として過去問があったので、その、じゃあ本番に限らず普段勉強するときも時間を結構測りながらやっていた。そうですね。論文の練習をするときは、特許が1問45分、お短い、衣装商標が1時間で書くようにしていました。ああ、なるほど。じゃあ自分に普段は結構負荷をかけて、本番よりも短い時間で仕上げるのを意識して、はい。なるほどですね。まあ、確かにそれだったら、あれ、あの短い問題でも変わらないですよね。はい。まあ、聞かれてる論点は結構近いものが多いですし、なるほどな。わかりました。はい。これ、令和3年、まあ、無事に合格されたわけですけど、まあ、当日もね、はい、結構今年はハードだったんですけど、商標ね、めっちゃ、ね、厳しいイメージありました、印象ありましたけど、まあ、商標に限らずかもしれないですけど、まあ、合格の決め手、これで合格できたぜっていうのがあれば教えてもらいたいんですけど。うん、はい。合格の決め手はですね、うん、その試験を試験として捉えるというか、ある種見た的にこう捉えることができれば、捉えることができたのが合格の決め手かなと思います。深いな。試験を試験として捉える、どういう感じだろう。そうですね、1年目とかでこう、うん、熱量にあふれてる時期だとですね、うん、知識を詰め込んだ分だけ得点になると錯覚するというか、おー、覚えてる人が偉いみたいな感覚に陥ることがあると思うんですけど、はい、そうじゃなくてこう点を取るための勉強を意識すると合格に近づくのかなと思います。まあ結局は点取りゲームですもんね。そうですなんかわかります。まあ、ある程度ね、こう学問的なところとか入ってくるとそっちにこう行きたりとかね、うん、面白いし、こう賢くなった気にもなるから、うん、行っちゃったりする時もあるんですけど、判例百選読んでみたりとか、学者さんの教書もあるしってあるんですけど、まあ、そうじゃなくて、まあ、最終合格した時は単純に点取りゲームとして、まあ、試験は試験だという割り切りで勉強されたってとこが、はい、まあ、ポイントだったっていう感じですかね。はい、分かりました。ありがとうございます。ちょっと時間もそろそろ来てしまってるんで、最後なんですけど、はい、弁理士試験をこれから受験される方、まあ多分これ見てる方っていうのはこれから受講しようかなって思ってる方と、まあ、あとはあり得るのがそのこれから担当試験じゃないですか。なので、はい、まあ、今年5月に試験っていうのも出てるので、もう本当に数ヶ月後に試験っていう人が、まあ、息抜き的に見ていただいたりとかすると思うんですけど、はい、まあ、その2パターンをちょっと意識しつつではあるんですが、うん、まあ、メッセージ、はい、まあ、応援メッセージに近い感じになるかもしれないですし、まあ、こういうところ気をつけてくださいってなるかもしれないですけど、はい、何かいただけたら嬉しいです。はい、そうですね、私自身1年合格を目標にその弁理試験の門を叩いて、結果3年かかっていますので、その試験が長期化する覚悟は持っておいた方がいいのかなと思います。その上でその社会人の方が多いと思うんですけども、自分の生活を大切にしながらですね、試験勉強はするんだけども、その長期化することを踏まえてご自身の生活を大切にしてくださったらいいと思います。はい、ありがとうございます。頑張ってください。ありがとうございます。はい、まあ、ちょっとね、コロナというのもありつつ、まあ、少し受験生がね、去年400人も増えたんで、まあ、やっぱりご多分に漏れずという感じですけど、そのやっぱり社会不安化すると資格に結構みんな走るってことが多いので、はい、まあ、受けようかなって思われている方も、まあ、結構
増えてくるとは思うんですけど、まあ、とはいえ、ね、今の生活をこうぐちゃぐちゃにしてというか犠牲にして投げ打って、まあ、弁理士試験全部フルコミットってなると、まあ、周りも、ね、あの受け入れとかあったりすると思うので、うまく両立できると、ね、いいですね、はい。まあ、森さんはあの、まあ、まさに学業とうまく両立して、まあ、今も大学生として頑張ってらっしゃるわけなので、えこのまま院には行かない？もう卒業する？そうですね、学部卒の予定です。まあ、早く先ほど、ね、おっしゃってたように若いうちに実務経験を積んでもらって、はい、あのぜひ社会にこうバリューを与えられる人材に早くなってもらえたらいいかなというふうに、はい。まあ、学生と社会人は、ね、金を払うかもらうかの違いで大きく違うので、これから金をもらうわけなので、その分、ね、バリューを世の中に出していかなきゃいけないので、まあ、しっかり、まあ、森さんやったら、ね、森君やったら大丈夫だと思いますけど、あの今もかなり論旨明快でこうしっかり答えてもらったので、あのぜひ頑張っていただけたらというふうに思います。はい、じゃ あ, あのこの動画もあの聞いていらっしゃる方に関しては、まあ、また興味があればですね、ぜひあのレックの窓口の方に、来ていただいて、まあ、ガイダンスとかもやっておりますので、いろいろとその時にお話とか、聞かせていただければというふうに思ってます。はい、じゃあこの対談動画を終えたいというふうに思います。今日は森さん、森君、森さん、ありがとうございました。ありがとうございました。